どうもお疲れ様です。今回はですね FXTF という案件が来ました。これはまあもう予想ついてると思いますけども、 FX の口座開設なんですよね。で、口座開設自体はすごく簡単です。口座開設っていうのは、ここからポイントゲットを押していただいて、指示に従ってマイナンバーカードをスマホで読み込むだけなんで、私も今ね何も予備知識なくいきなり始めたんですけども、マイナンバーカードさえ取り出せれば5分ぐらいで終わります。あのマイナンバーカードを撮影して送るだけなんでね。あと簡単なあの質問とか回答とかってあるんですけども、住所を入れたりとか取引の経験をクリックしたりとかね、非常に簡単でした。で、これで1万8000と思ったらそうじゃなくって、まあ、ここまでの手順なんですけどもね、まあ、これが FXTF のページなんですけども、こちらの口座開設とこちらってところを押すと、本当にね、3分ぐらいで完了って書いてますけども、3分ぐらいで完了します。マイナンバーカードがあればね。マイナンバーカードがない場合は、年収証明と免許証ぐらいかなと思います。で、免許証がない場合は、あれですよね、住民票を取りに行かないといけないんで、ちょっとめんどくさいよって話です。マイナンバーカードがあれば、本当、スル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 簡単です。3分5分で終わります。で、こういうふうにスマホでスピード解説できますんで、ここをスマホで撮影すると、スマホでマイナンバーカードの情報を取れるようになってますんで、それで申し込み完了なんですよ。非常に簡単です。で、その後、口座解説が認められたら、取引をしてくださいよってことなんで、取引についてはね、ちょっとこう、前後するかもしれませんけども、まあ、とりあえずここまでやってみましょう。ここまでやっていくと、あとは、口座解説が認められたら、取引を実際に、ここに書いてますけどね、4000円で OK って書いてるでしょ。4000円入れてちょっとやってみりゃいいんですよ。そうすると1万8000円ですから、悪い話じゃないと思いますよ。ということで、これが今日9月30日および10月1日のお得情報です。1万8000円ね。これからね FX の口座開設も順番にやっていこうと思います。なるべく報酬の高い時にね。FX の口座開設は非常に簡単なんですよ。特に1個できるようになったら、こうやって1万とか2万もらえるでしょ。で、10社ぐらいすぐ見つかりますんで、すぐに10万とか20万ね、稼げますからね。で、別に口座開設して、所定の取引すれば、まあ、何万とか何十万とか別にやらなくてもいいですから、せいぜい数千円の取引をちょろちょろっとすると、それ以上の報酬が転がり込んでくるって話になりますんで、みんなでお得にポイントを稼げるってことになります。ということでね、10月は、この FX の口座開設をちょっとね、多めにやっていこうかなと思っております。はい、コツはですね、9月はローンカード中心にやりました。で、8月は住宅展示場の見学を中心にやりましたね。で、今度10月はこの FX の口座開設中心にやろうかなっていうふうに、月に一つのテーマを持ってやっていくと、割と簡単にね、3万とか5万っていうのは達成できると思います。それでは皆さんも頑張ってください。